火薬のこだわりはやはりコントロールできない、その不安感とワクワクするのは魅力ですよ。私人間としては真面目ですよ、真面目な人間だから、火薬そのものを使うのは自分の人間性に対する破壊ではあるんだと思ったんです。火薬は飛行機で持っていけないですから、その国の火薬を使ってその国のボランティアたちと一緒にコラボレーション。人間は種みたいから、どの国にいてもその土地に埋めて、そこの土地と空とか天気と対話しながら新しく何か発生してくることを楽しみにしています。